上毛電気鉄道西桐生駅っていうのは、JR の桐生駅から歩いて、まあ、4分、5分弱ですかね、5分で、これが西桐生駅ですね。ちょっと来てみたら、なんか、あ、それなりには古いですね。リニューアルして、やっぱ古いです。渡瀬渓谷鉄道、あの弁当を買ったんだけど、弁当というかスパゲティ買ったんだけど、これロングシートですよね。意外に全部スパゲティ食べられないよ、スパゲティ食べられないよ。桐生駅は高架橋ですね。大間駅、同じ格好ですね。大沼駅、大沼駅を連想させますね。いや、大沼駅と似てますよ、これ大沼公園駅と。大沼、大沼、緑です。はい、路線案内図ですね。桐生駅から乗りました。これから、まあ、今日の目的地は、水沼駅ですね。水沼駅で、もう降ります。で、この渡良瀬渓谷鉄道には、トロッコ列車が走ってますね。レストラン清流。レストラン清流っていうのは、合土駅。神戸って書いて合土駅って読むんですけどね。行ってみたいけど、今日はここまでは行けないんですね。この、はい、このね、レストラン整理っていうのはね、あの、一目見たかったんですけどね、行ってみたいなと思うんですけど、あの、今日とかはね、水沼、まあ、水沼まで行きます。駅の中に温泉があるんですよ。はい、そして水沼駅、出発時間が、迫ってきました。行き違いの電車の待ち合わせのための、高架列車待ち合わせのための停車時間でした。はい、向こうから、電車やってきましたね。この電車を待っての停車ですね。はい、列車出発で、向こう側になんかね、少し名前の知れた橋が、かかってたようですが、お客さん結構乗ってます。まあ一両編成なんですけどね。カタゴトカタゴト見られて、電車は、この電車自体は、桐生をこの電車は8時54分に出発して、最終的には、真富士。この駅はすごく古いね。上神梅駅、買ってるんですね。結構お客さん乗ってますからね。で、横に川が見えてきました。渡良瀬川っていうだと思います。渡良瀬川。はい、車掌さん乗ってます。なんかお土産グッズを販売しに来てましたね。あの、買ってる人は一人いましたよ。
1人か2人ですね。あんまりみんなお金を使いたくないんですかね。完全にローカル線ですね。はい、列車はローカル線、らしい、まあ、山の中の風景ですね。そして水沼駅に到着する手前のところです。まあ、水沼駅も無人駅ですね。温泉がある駅として、まあ有名、まあ、有名っちゃ有名ですね。あの日本全国温泉が駅の中にあるっていう駅舎は、まあ、非常に、まあ、珍しいパターンですのでね。水沼駅ですね。水沼駅、右側に温泉がある、まあ、行き違いのできる駅ですね。温泉があるみたいというか温泉がある。でこれ右側が温泉のある、まあ、今日ね使われないですけど、まあ、駅舎というかそういう感じですね。はい、桐生から 16.9 キロですね。ちょっとちらっと見てみる。しました。電車はマフジっていうね駅に向かって行ってます。駅の中の温泉、はい、水沼駅温泉センターという名前のようですね。お土産屋さんも、まあ、一応、まあ、一応というかね、なんかしょ、売店がありますね。で準備中です。10時半からの営業ですね。なので自分10時9分の電車で列車で折り返すので、まあ、温泉に入ってという、まあ、選択肢はまあ不可能ですね。まあ、この日草津温泉でね日帰り温泉入るつもりですので、これが水沼温泉センターの中の様子ですね。温泉センター、まあ、パンフレットがねそのつけてました。テイクアウト弁弁でテイクアウト 弁当もありますね。これテイクアウト、あ、駅弁選ばなくても600円ぐらいだったら安いというか安いですね。で、温泉入浴料金は600円ですね。600円、なんか友の会というなんか、あ、これちょっと渡良瀬渓谷フリー切符を使ってるお客さんは 20% 安くなるみたいですね。だから渡良瀬渓谷鉄道のフリー切符使ってたら480円でこの温泉には入れるということなので。で休憩所が、あ、これね休憩所上にあるみたいですね。大広間が、あの食堂を兼ねた、まあ、水沼駅から歩いて、僕あれが休憩所かなと思って、まあ、しょぼいなと思って見てたんですけど、こういう、ね、橋が架かってて、ね、ちょうどね、駅から、食堂を兼ねた、まあ、休憩所があるみたいです。まあ、渓谷というか、ね、川がね、水沼駅から2分ほど、ね、まあ、もう1分ぐらい歩いたらこの橋に、こういう感じですね、完全にぶち当たります。山、ね、あれが水沼駅ですからね。すごいとこだな。でこれが渡良瀬鉄道、あ、すみません、渡良瀬鉄道じゃなくて渡良瀬川、ね、でこっちも川が流れてますね。渡良瀬川のはずですよ。あれが水沼駅の、ま、駅舎温泉ですね。渡良瀬川なのかな、うん、ほんと山の中ですよ。山の中です。あ、なんか喋ってたな、重なりましたね。でセブンイレブンで買った明太子スパゲッティを、駅舎で食べました。駅の駅舎で食べました。でなんか帰りね、また折り返しというか反対側の方向に電車向かうんですが、いいタイプの電車ですね。これ1両編成ですけどふかふかのシートでしたね。で向こう側に、これから運転営業するトロッコ列車を眺めます。これが大間々駅、渡良瀬渓谷鉄道の大間々駅の、まあ、車両基地というか車両整備するちょっと基地なのかな。で今乗ってきたのが手前の桐生、ね、に向かう渡良瀬渓谷鉄道の車両ですね。これが桐生に向かいます。そして向こうに見えるのが、マフジ的行きですね。はい、はい、そしてこれが渡良瀬渓谷号の電車ですね。トロッコ列車ですね。大間々駅です。群馬県になるのかな。するんですね。
これはトロッコ渡良瀬渓谷、今ではこんな珍しいですね。どうやら10時50分トロッコ列車の出発する、まあ、客車部分、空調がついてる、これ新幹線まで行かないみたいですね。足を行きまで行くトロッコ渡良瀬渓谷みたいです。で2両つながってますね。いや2両 あれも客車つながってるね。全然人乗ってますね。そこそこ乗ってますね。こんなお弁当発売してますね。こんなどい田舎でトロッコ列車乗りに行くんですね。まあ、ちなみにこれはちょうどトロッコ列車のところ有料駐車場1日500円取られるみたいですけど ね、まあ、500円そこまで高くないけど、まあ、それなりの駐車場料金も一応かかるということですね。わざわざ車でアクセスすると。でこれ何の列車か分かりませんね。止まってますね。分かんないです。エンジンかかってるの、ね、何の使用してるのか分かんない。とりあえずこんな感じですね。大間々駅で今から赤城駅かな、歩いていきます。はい、赤城駅へ向かう途中マクドナルドで小休憩をしました。この新しいオート味のシェイクを飲みました。なんかね、ちょっと東武鉄道の赤城駅と、上毛電鉄なのかな、ね、前橋とでこれが桐生を結んでる駅の赤城駅もここですね。で上毛電鉄の電車がねちょうど入ってきてましたね。上毛鉄道の電車は古い、まあ、東武鉄道も古いですけどね。で駅前でね見たらなんか何もないんだよね。まあ何もないっていうか家はあるんだけどお店がない。お店がない。あ、これ何駅って読むんだこれ。あれ赤城ステーション大間駅からさ1キロ離れてるのになんで赤城駅の上に大間って書いてんだよ。おかしいよ。あ、これ静かな駅だね。はい、運賃表ですね。まあ、東武鉄道と上毛電気鉄道っていう2つの電車が乗り入れてます、まあ、これ赤城駅のホームですね。で向こう側に、東武鉄道の電車が見えました ね、 ね、これがあの上毛電気鉄道のホームですね。で電車に自転車週末土日は積めるみたいですね。これは、ね、無料で積めるようです。あの運賃だけで自転車自体は無料でね積めるみたいですね。だから自転車ちょこちょこ、平日はダメみたいですけど、平日はなんかもう1便とかそういう限られて、平日にちょっとね自転車積み込むのは実質ちょっと無理っぽいんですけどね。で上毛電気鉄道っていうんですかね、あの貨物列車とか見えましたね。貨物輸送してるんですかね。で自転車は後部車両で、まあ、後ろ側に自転車は積み込むというようですね。でこれは途中駅で、あれが上毛電気鉄道の車両ですね。上毛電気鉄道って多分相性あるはずなんですけどね。正式名称が上毛電気鉄道ですね。でこれは新前橋じゃないな、中央前橋駅ですね。中央前橋駅の終点ですね。上鉄っていうのかな。でシャトルバスっていうか、100円の運賃で、中央前橋駅から JR の前橋駅に行きます。徒歩15分っていう案内だったから、おそらくほぼ1キロぐらいの距離だと思います。で、まあ100円だったらね、まあ、安いというか、ね、普通だったら170円とか180円かかるかもしれないところ、100円だったらねバスが、まあ、いいなと思ってシャトルバスでスムーズに
乗ります。でこれが、前橋駅ですね。前橋駅の前、駅前です。でバス、降車場に、着きます。これ乗ってきたシャトルバスですね。お客さん3人か4人ぐらい乗ってましたね。まあ、かなり本数多いみたいです。まあ、基本的には、電車の時間に接続してるはずです。前橋駅、群馬県前橋駅、県庁所在地ですね。これは駅前です。そこまでは栄えてない。あの前橋は多分駅前より県庁、あれこれ隣の新前橋駅に向かうところですけど、あれが県庁ですね。群馬県県庁、素晴らしいですよ。これ展望台ありますからね、最上階に。今まで3回4回ぐらい見に行ったことがありますね。最近行ってないですけどね。眺望いいです。 無料で登れますからね。結構夜景も綺麗ですね。はい、そして、新前橋駅で運賃表を眺めます。新前橋駅ですね。で自分の最寄り、まあ、大宮とかね、埼玉新都心駅までは1520円だったかな、それぐらいの料金でね、まあ買え、まあ、そんなに運賃出して前橋に来ることはないですけどね。はい、そして、これは新前橋駅ですね。お店らしいお店がありませんでした。まあ、駅中にハンバーガーがね、ありましたけど、なんかかなり割高のハンバーガー屋でしたね。新前橋駅から乗るのは、吾妻線ですね。 JR 吾妻線、はい、これが昼ご飯になります。朝はスパゲッティ食べましたからね。おにぎり弁当ですね。設定でニューデーズで買ったおにぎり弁当、税込み320円ですね。はい、非常に、まあ、田舎らしい風景を眺めながら、はい、これはね、川原温泉っていうのかな、その高架橋に切り替わるところです。川原温泉とかいうのは、ダムの建設に伴って、沈んだのかな、線路とか駅舎が。それで新しくね、駅がねできたんですよ。で今乗ってるのは吾妻線ですね。でこれが、川原湯温泉駅ですね。まあ、川原湯温泉っていうのも過去にね、もともとそのダムっていうか沈む前の昔も1回だけ乗ったことあるんですけどね。でこれが新しい駅舎になって、2、3回ぐらい確か降りて1回温泉浸かりに行ったことある駅ですね。まあ、そんなお客さん降りてないですね。1人ぐらい降りたのかもしれないですけど、川原湯温泉駅で、川原湯温泉駅を出発したら、これは何だろうと思ったら、キャンプ場みたいですね。川原湯温泉キャンプ場、向こうに何か湖が見えました。何の湖かな。はい、そして、川原湯温泉から、隣駅です。長野原草津口という駅に、着きました。これは草津温泉の最寄り駅ですね。はい、そして草津温泉に向かいます。 JR バスですね。でこの日バス運賃っていうか、群馬世界遺産ワンデーバスという、企画フリー切符を、買ってます。でこれがフリー切符、この草津温泉行く、よいしょ、もう草津温泉に向かいます。これが、長野原草津口駅ですね。長野原草津口駅ですね。でお土産屋さんがありました。これ16時で閉まったみたいですけどね。でバス出発するときに右側のなんか高い建物が何だろうってちょっと気になりましたね。まあ、あれ見てたら駅の出口反対方向みたいなんですけどね。高いでしょこれ、駅の
反対の出口がこんな高いいい建物を作ってるんですね。はい、この動画は、全部で35分ぐらいの動画になってまして、あと15分も、動画が続きます。向かうのは草津温泉ですね。20分ぐらいですね、駅から草津温泉まで。駅前には特に建物がなかったけど、住宅地が駅前すぎると連なってるんですね。はい、そして、まあ、だんだんと草津温泉、次は草津温泉という案内が見えますね。正規の料金が駅から草津温泉バスターミナルまで710円。まあでも今日は710円っていう、料金は出しません。あの群馬、スーパーもありますね。群馬の世界遺産、まあ、世界遺産っていうのは富岡製糸場を指してるんでしょうけどね。富岡製糸場とかは行けません。行きません。で、草津温泉バスターミナルに着きました。草津温泉バスターミナルは、かなり、規模も大きく、まあ、バス、ね、何台も、あれは、コミュニティバスかな。で、これ、草津、別府、下呂、有馬、指宿、道後、箱根、城崎、登別、湯布院っていうのが、まあ、あの、有名温泉地みたいなんですけど、僕、振り返ると、おそらく使ってないの湯布院だけだったと思うんですね。なのでなんか温泉いろんなとこ行ってる間にこういう有名どこっていうのはもう結構こなしちゃってるんだなと思ってみました。で、今日行ったのはこの御座の温泉っていうのかな、御座の、これ御座の湯温泉で、今日これここが近いんで御座の湯温泉っていうところの日帰り温泉に入りました。で、これ草津温泉バスターミナルの前ですね。で、これ坂道を、まあ、温泉行くとき少し下っていきます。もう5分ぐらいですね。徒歩5分。ユーバータっていうんですかね。結構混み合ってますね。この日確か何曜日だったっけな。土曜日ですね。土曜日なんで、まあ混み合ってますね。これ、ユーバータですね。よく見る湯畑。夜になるとライトアップもしてるようです。で、これ湯畑の中ですね。湯畑の中眺めます。湯畑って確か読んでたね。向こうに見えたのが、あの、多分湯煙っていうか、あの、草津温泉内をちょこちょこ回る循環バスみたいですね。あ、はい、御座の湯温泉、日帰り温泉、料金は600円ですからね。600円っていうと、まあまあ安い部類ですね。800円とか1000円取る温泉はザラですからね、日帰り温泉。まあ600円はかなりね、安いですよ。名湯ですからね。で、これは有料の休憩スペースみたいです。1時間3000円も取るみたいですね。だから、でこれはね、温泉を使った後で、温泉の中はあのもちろんカメラはね、撮れませんので、温泉使った後に休憩所から眺めた2階になるのかな、休憩所から眺めた湯畑方面の景色ですね。こんな感じですね。混み合ってますね。まあまあ、あの左に宿立ってましたけど、客室から湯畑見れたら最高だなと思ってね。で、これが、御座の湯温泉の休憩所の中というか手前のところの、ね。はい。今日この、浴室はあんな感じですね。で、ちょっと離れたら、大滝の湯って読むんかな。あとなんか露天風呂もあるみたいですね。まあ、ちょっと多分距離は離れてるみたいですね。まあ、歩けば10分ぐらいで行けるはずなんですけど、今日これですね、使ったのが。はい、草津温泉に着いたと、駅に着いたところですね。そして、電車まで待ち時間がありました。先ほどのこの高い高架、まあ橋ですね。
これちょっと眺めてみようと思ってエレベーターで上がってきました。結構高いところですね、高さは。だ駅の反対方向に行ける、まあ便、まあ行く人にとっては便利ですね。これで、これが駅の反対方向の出入り口です。あ、駐車場無料で止められるのかなと思いきや、これは住民専用の、地域住民専用の駐車場みたいですね。だからあの駅利用客は誰でも止められるわけではないですね、長野原町民専用っていうふうになってました。はい、まあ、特に、何もありません。はい、そして長、何駅なのかな、長野原草津口駅前は特に、まあ、レンタカー屋がどうもあるみたいですけど、他には目立った建物がないですね。はい、でお土産屋さん、これはもう16時で閉店をしてしまうようです。まあ16時まで閉店ですね。これが長野原草津口 駅ですね。はい、長野原草津口駅16時50分発だったかな、その電車に乗って、大前という、駅に向かいます。まあ、大前ってね、昔に1回だけ、かなり昔に行ったことあるんですが、まあ、ちょっと行ってみようかなと。というのも、大前駅にまで行ける電車って割と本数がかなり限られてまして、それでちょうどねいい電車がありましたんで、万座川口っていう駅ですね。今のがおそらく温泉へ行くアクセス駅のはずですね。万座温泉とか行けるんじゃないかな。もうこの日そんなこと行きませんけどね。万座風沢口駅ですね。そして万座風沢口駅を過ぎると、まあ自分の車両と隣の車両にお客さん乗ってませんでした。セブンイレブンがありますね。セブンイレブン田舎にちょこちょこありますね。ご乗車ありがとうございました。次は終点の大前です。ご利用されましたね。落とし物を忘れ物がすいませんよ。ご注意ください。今はとかって多分言ってたと思うんですけれども、これは大前駅に着く手前の動画が撮れてなかったので、何線っていうのかな、吾妻線っていうのかな、JR 大前駅に到着しました。秘境駅、まあ、実際秘境駅かもしれません。1日に5本、電車が来るんですけどね。新米橋駅から1時間半ぐらいで来れます。まあほぼ秘境駅と言っていいと思います。そのうち1本は最終1日、この駅に電車がやってくるのは帰れないというね、5本しかやってこないんですね。こんな感じの駅ですね。で、まあ鉄道マニアらしい人がいますね。鉄道マニアらしい人が、2人ぐらいいたのかな。
電車は4両編成ですね。この電車はまた、新米橋駅へ向かいます。でこれに乗って帰りますので、ね、で大前駅は上の方に、ね、民家はあるね。で、電車を折り返し新米橋まで行くというね、まあ新米橋、まあそこそこ都会か。駅舎は便所、待合室ですね。記念ノートがありますよと。お前です。あ、つませんっていうのかな。で、あれが大前駅ですね、 JR の。でね、昔一回大昔に来たことがあるんですよ、大前駅って。でここにね、なんかほんとちっちゃい商店が1軒ぐらいと、なんかね旅館みたいなのがあったんですけど、おそらくこれは何かの工事をやって、川も橋もこれ新しくなってますよね。で何かしら工事をやって、ここらにあった、ここの土地にあったんだと思うけど、まあ、民家っぽいのがもうなくなっちゃってるんですね。この大前橋ってね、新しい橋ですよね。で何の川か分かんないですけど、まあ川が流れてますね。で高台が上にあると、まあなんとなく家が上に引っ越したのかな。まあ引っ越した、でも新しいよな、あの家。まあよく分かんないけどね、こうなくなってる。ただ団地は残ってるね。まあ大前っていうのはこういうとこです。で大前駅には団地はね、これ2棟ぐらい建ってたと思うんですけど、まあちらっと見た限りで住んでる人は少ないようでしたね。かなり空室だったみたいです。携帯電話の充電がもう一気になくなってますので、もう一気にこれ高崎からの、今度は何駅になるのかな、これ何線、やっぱり私鉄ですね。これが富岡製糸場ですね。一回だけ昔行ったことあるんですけどね、富岡製糸場。縄文鉄道。上信電鉄ですね。で、間庭っていう駅で降ります。というのは、ここで降りないと帰り、東武鉄道に乗って帰れないんで、間庭っていう駅で降ります。上信電鉄出発していきました。あの電車は下仁田駅に向かいます。下仁田にはね、一回大昔にね行ったことありますんで、まあ今回ちょっと行きたいなと思ったんですけど、まあ大前駅眺めたんでね。はい、間庭駅、折り返しの電車にここでもう乗っちゃいます。まあ乗るんですね。はい、高崎まで490円ですね。上州富岡まで490円、下仁田まで910円。上州富岡っていうのが、世界遺産のある富岡製糸工場ですかね。まあその昔の遺産でね、多分今観光客少なくなってると思いますね。おそらく1000円取るらしいですからね、上州製糸工場を眺めるんです。あれ1000円は高すぎると思いますね。で帰りの、高崎に向かう電車はもうお客さん少なかったです。で、入線する買ったパンをちょっと腹ごしらえします。上信電鉄っていうんですね。はい、これが、富岡製糸場、世界遺産ですね、富岡製糸場。でこれ伊勢崎ですね、伊勢崎駅、東武鉄道、まあ JR なんですけどね。
こに乗って、まあ、帰るということですね。館林駅に行くんですね。ここに乗って帰りました。この日使ったのはこの群馬ワンデー世界遺産パス2240円を使いました。